お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのペッカメガナイトボール使っていきたいなと思います。これがですね謎にグラチャで12勝されてる、デッキというわけでちょっと面白そうなんでねやっていきます。いやすごいですよね。まあどっちかでいいじゃん、ペッカかメガナイトどっちかでいいじゃんってすごい感じなんですけども、まあなんかこうケツペッカとかするじゃないですか。で逆サイドに あいつペッカ裂いたから行っちゃろうとかって、まあ、ホグとか、まあ、なんかすごい攻めをされた時には、まあ、メガナイトでズシャンと、まあ、やれればいいんじゃないかなとそう思います。というわけでこのゴースト受けでさえもさてはしんどいですね受けが超絶大変なんですけども、さ今回の相手はもしかしたらペッカ工場、しかも相手の名前がちょっとだけ強そうっていうね、感じでございます。さあこれはまあ、踏むしかないですよね。僕の手札にはもう、選べないんでね。そう。この行動をしてくださいっていうような手札になるので。よいしょ。さあ。で、いや、これね、もうバルーン飛ばすしかないんですけど、相手がペッカで受けてくるんじゃないですか、多分。このペッカ受けれないんですよね。これ。だって、今手札が飛ばしてなかったら飛ばしてなかったで終わってるんで、まあ、しょうがないですよね。で、これは、まあ、こっちのペッカーもほぼ許容しますというか、1個多分おられますね。まあ、おられてからが勝負みたいなとこあんのかな、これ。いや、耐えれるな。いや、神の対応できる。いや、しかもエリキ優秀。OK。こうなったら、いや、両方いかれてるけど、まあまあまあ、こっからですね。ペッカファルチを組んで、まあ、攻め取るねをしつつのバルーンで、僕の攻めも通るんですよね。そう、なので、相手の攻めも通るんですけど、まあまあまあ、こっからね。さあ。一旦ケツペッカとかで、で、ここに出したのは、結構真ん中のね、キング裏だと、マジアチャのね、居抜き角度でたまにダメージが入っちゃうので、ちょっとそれを見越して、この位置に出すと、居抜けないんですよね。そう。オッケーオッケー。で、これはね、まあ、しょうがない。しょうがないから、ファルチェで、切る。よし。で、ここの端前に、メガナイトからのバルーンとかいけるのが理想だったんですけど、まあ、ここはしょうがないですね。で、いや、これだなぁ。一回ザップでしょ？どうしようかな。暇だからメガナイト。暇なんでね。よし、相手も、これ、やべえってなってんのかな。まあ、でも、全然ありますよね。これは。端前ペッカが、さあ、これ言っていい気がするな。ズドン。ズドン。で、あのマジアチャ引っ張りてぇな。よいしょ。おや、めっちゃいい、めっちゃいい。しかも、これ、いけるくれ？いや、強っ。ちょっと待って待って、さすがに強い。これだって相手エレキ出してもフリーズすればね、通りますし。よしよしよし。そしたら、ペッカデッキって意外と陸行きがそんなないので、このペッカの受けもしんどい。オッケーオッケーオッケー。やば。革命かもしれねえな。だって、このペッカデッキよりこっちのペッカデッキの方が強いんですからね。今んとこ。よし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 。さあ来た。これ踏んであげて、あれですね。もうペッカメガナイトが強いで、まあ、空がやっぱその分薄くなるけど、ファルチェって結構こう、空に対して優秀。まあ、エリキも優秀なので、なんかもう空に対して強い2枚と、まあ、陸に対して強い2枚ぶち込んで、あとはもう気合。気合で頑張ろうデッキですね。いや、いいですね。こういうデッキね、こうイカルタブデッキ大好きなんですよね。マジでなんか。興奮しちゃいますよね。で、まあ、攻め取るのが大事になってきますよね。だからペッカファルチェに、トルネスとか、まあ、さっきもこう、まあ、メガナイトをペッカに無理やりトルネスって遠距離処理するみたいな。まあ、なので、まあ、ファイボとかポイズンないけど、まあ、ゴリ押しでね、はい、引っ張ってやろうって感じです。で、今回で枯渇で、さっきの試合をやってる感じ、前半に攻めても、攻撃が届かない。別に普通に守られちゃう。まあ、前半に畳みかけるなというやつですね。はい、まあ、なので、前半は僕は気持ちちょっと控えめなね、攻めでいければいいかなと思うんですけども、あのプリンセスの処理だけでももうきつい。で、できれば相手のゴブリンバレルをキング起動したいですね、前半のうちに。OK。で、これダメージ受けるのはちょっと許容してあげてね。よしよしよし。キング起動できれば、後半ね、相手のバレルとかも最悪無視とかもできて、ちょっとね、立ち回りもちょっとこう、イケイケなね、立ち回りができるかもしれないので。よしよし。さあ、とりあえず前半耐えて、まあ、ケツペッカか、ケツメガナイトから入って、まあ、なんかそんな感じやっていきたいですよね。よし。で、まあ、ザップ打ちます。で、次来たら、まあ、メガナイトで踏めようと。で、まあ、枯渇なんですけど、まあ、問題は相手のスペルですね。相手のスペルが、
このエスペリじゃねえわ、施設ですね。インフィルノタワーがテスラかによってすごい変わりますね。インフィだったら結構絶望に変わるんですけど、いや祈る、あとはテスラであってくれ。いやロケだったらこれ多分耐えれるっす、ね、プリン一発だったら耐える気がするけどな。あーテスラか、いやいいタイミングのテスラだな。もう2秒待ってからフリーズすればよかったっすね。そしたら相手もあーいらないかなっていう際どいラインになってたので、さあまあインフィだったら終わってたんですけど、テスラなので後半のね、あのもうペッカメガナイトのゴリ押しでいきたいと思いますね。バルーン通るかはちょっと際どいんですけど、まあ、本当にペッカメガナイトゲーできたらいいかなと思います。さあとりあえずもうケツペックからね入ってズシンと綺麗。あれこいつサボり気味だな。まあ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 、いやこれですね、これ両サイの方がいいのかな。なんか同サイだとあのプリンちゃんの範囲攻撃でめっちゃやられる気がしたんで同サイにしたんですけど、悩みですね。ワンチャンテスラ2周とかもあんのかな。これ多分無視の方がいいですね。でちょっとこう真ん中にギャングとかなんか来る、これはまあフリーズっていい気がするな。メガナイトも残る、ジャンピング、いやいい。でなんならあこれザップすればよかったかな、タゲが。よし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 、でハッシュマイプリンか、ハッシュマイプリン、よし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 、ここ読めたらでかい。だったらバレルなのでエレキとザップ、よし完璧した、グッドゲームですね。危ねこの神のペッカメガナイト両サイ、いやまあそんなことをまあ起きないですからね、普通は。普通こんな場面なんないので、まあ、意外とこう、対応が難しくなりますね。まあ、もし両サイ来たらって。しかも後ろにファルチェいて、なんならバルーンも来て。まあ、ペッカメがないと受けるだけでも大変じゃないですか。なのに、さらにバルーンも対応しないといけなくて、対応しても、ロケット撃たれるっていう地獄ですね。さあ、いや、いいな、家のコイン。これめっちゃ可愛いですよね。一番可愛いクラロのスタンプで。まあ、このプリンセスと貼るんですけどね。さあ、今回はね、まあ、僕的には前半あんま攻めれないので、こう結構待ってもらえたら待ってもらえただけ、まあ、得と言いますか。もしこれゴレとか引いたらさすがに勝てそうだけどな、もしかしたら負けちゃうのかな。ゴレには勝ちたいですよね。まあ、ファルチを飛ばされると相手の公園の空が処理できないとこあるかもですね。さあ相手はトリトン、ヤリゴブ、なんだったっけ覚えてねえの。ゴブリンボレルだ。羽羽デッキだ。あ、これ羽羽デッキだ。この前ちょっと使ったわ。ちょうど羽羽デッキ。で、あとハンターと、キョスケスパーキーなんですよね。そう。でも、ヤリゴブ、トリトン、ゴブリンボレルで分かりましたね。最近の羽羽さんデッキ、ヤリゴブ、トリトン型でスケルトン部隊が入ってないんですよね、これ。さあ、というわけで。今、ケツメがないとしたら、後ろからスパーキーされて、バルーン飛ばしてもハンターで抑えられて、フリーズ打ったら4コス取られて、トルネ打ったら、まあ、ケツスパーキーされるかな。暇ですね。まあ、なので、一旦待っていいと思いますね。相手も、することがない。まあ、キョスケを後ろからとかはすごいあるなと思いましたね。さあ、来ました。で、これに対して、スパーキー合わせられると泣いちゃうな、泣いちゃうな。これメガナイト飛ぶな、お前こっちの陣地に入ってくんねえかな、キョスケ。あ、お前なんで余計なことしちゃうかな。まあでもここはまあ一回メガナイトはね頑張ってもらって、よしよしよし、あれどうにか抑えたいですね。で攻め取るねをするか、まあ、エレキで踏めれば理想なんですけど、エレキ踏む余裕がない。一回引っ張ってあげて、引っ張って踏んで、ここにバルーンをつけると、相手ちょっとむずいんじゃないのか。ああ、で、ハンターか。いや、これ、フリーズしていいな。僕が攻めるタイミングがないので、できるだけを攻めれるときに攻めとかないと。あ、今、ザップすればよかったな。さっと、ザップすれば神ザップだった。で、まあ、後ろ目がないと、どうだろうな。スパーキー合わせ。あれ攻め取るね、フリーズとかできたらすごい神なんですけど、際かな。あ、右に、いや右あれ無視してもいいのかな。よいしょ、これザップしよう。範囲でファルチの範囲で、オッケーオッケー、ファルチの範囲でやりましたね。でもファルチも行かれるんですけど、あれ
あれ？これ、あれ？おー、オッケーオッケー。で、一回、これちょっと捨てますね。一回出ます。ちょっと怖いな。ちょっとだけね。うん、まあ、でもファルチで、なんかキング起動できてないのが僕としては良くないですね、非常に。キング起動したい。よし、で、まあ、さっきみたいな攻めですよね。最終的にフリーズパッキンできれば全然戦えると思うので。よし、まあ、耐えるだけですね。耐えてしまえば。最悪これフリーズ防衛もあるっすね。で、エレキで処理して、なんか上に来たらやべえな。オッケーオッケー。そっちに行くのはナイス。いや、いいトリトン。ナイストリトン。で、これバルーンして、いや、ハンターか。いや、そらすの怖えな。やりすぎか？いや、おしゃれすぎたかも。オッケー来た。待って、あぶねえ。これはね、ちょっとシャシャったね。攻めスペルですけど。まあまあまあ、勝てたんでね。ナイス？というわけでね。さあ、まあそういうわけで、まあ、弱い気もしたんですけど、結構強い説ありますよね。このペッカメガナイト。なんかまあ、可能性がすごいですね。なんかペッカメガナイトでも攻めれますし、まあ、同サイドのバルーンでもいける。まあ、逆サイドの単体バルーンでもできる。で、こう、攻めのパターンがやっぱ無限にあるので、まあ、そういった部分では、こう、状況に応じてね、意外とこう、立ち回りを変えれますので、意外とね、まあ、万能なのかなと思います。ぜひね、こういうデッキも、使ってみてください。なんか、こういうデッキマジで好きなので、視聴者さんも、まあ、たまにこういうデッキ使ってくださいとかあれば、まあ、ぜひね、送ってみてください。僕がちょっと気に入れば、まあ、なかなか気に入らないと思うんですけどね。僕厳しいんでね。でも、いや、これはやばい。俺の心にぶっ刺さったとかでいければ、ぜひ使うんでね。ぜひね、まあ、DM だったり、なんか YouTube のコメントだったりね、送っていただけるといいかなと思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。